こんにちは、速稼塾の久保です。やっぱりね、ビジネスをやる上でその商品とか仕組みとか会社とか関わる人がどんな方なのか、どんなものなのかってことが詳しいっていうのは成功の秘訣になると思います。まあ、ですんでね、ネットワークビジネスでも儲かるからやるっていう動機でも別にいいんですけども、どうして儲かるのかってことが理解できている、そして人に説明できるレベルでどうして収益性が高いのかってことがね、きちんとお話できるぐらい詳しければ、それは成功の要素が、あるんではないかなとは思いますよね。でもですね、ネットビジネスは儲かるよっていうふうに言っても、じゃあネットビジネスって何なんですかとか、ネットビジネスはどうしてうまくいく人といかない人が出るんですかってことが、きちんと仕組みが理解できていることと、じゃあネットビジネスで使う商品っていうのはどれですかとか、じゃあお客さんっていうのはどういうふうに集客してくるんですかって、この辺をきっちり理解してないと、やっぱりね、ふわふわとしたものになると思うんですよ。で、ネットビジネスに参加してるけども儲からないみたいなね、こんなことになってしまうと思うんですね。で、私がネットビジネスに参加した時に、いや、ネットビジネスって一体何なんだろうなっていうふうに具体化してる定義を決めるってことから始めましたけども、ネットビジネスってのは要するにアフィリエイトというね、こうサイトにアクセスを集めてそこに商品を紹介するっていう、このアフィリエイトっていうものがまずは大きな地位を占めてるってことを理解しました。もう一つあるとすれば、それは通販なんですよね。まあ転売とか、アマゾン転売とかね、eBay とかありますけども、ああいったものもネットビジネスと言えるんではないかなと。この2つが、体制を占めてるんではないですかね。で、FX もネットビジネスだっていう人がいますけども、あれはね、FX は FX なんですよ。まあですんで、ここまでいろいろとお話しましたけども、それが何なのかってことをきちんと理路整然と詳しくお話しできるっていうのが前提だと思うんですよね。まあですんで、アムウェイに、詳しい人がアムウェイの実績をしっかり出すとかね、アムウェイの実績をしっかり出している人がアムウェイに詳しいのは当たり前だと思うんですよ。どういうふうにお話しすると人は聞いてくれるのか、どのようなことをやったら信頼を失うのか、やっぱりね、組織構築論とか人をその気にさせる術とかね、長けてる人ってことになります。だからやっぱりそうなるとね、詳しくもないのに勉強もしないのにその道で実績を出すってことはないんじゃないかなと私は思うんですよね。で、今の時代ネットワークビジネスになってくると、その商品ってのが口コミで、こうね、やっていくっていうのも時代遅れで、別に SNS とかで拡散できる方がいいわけですよ。それこそリストアップして対面で人に会ってプレゼンをして、そこでセールスをするみたいなことを毎日毎日繰り返すっていうのは本当に、ね、古めかしい方法で、第一そんな時間がないから副業に困ってるわけじゃないですか。だから時間がない人でもできる、要するに外出してアポイントメントっていうのがすごく時間のロスがあるんで、自宅で思いついた時に電源を入れたらさあスタートだってできるようなアフィリエイトっていうのはすごく優れてると思うんですよね。まあ、ですのでネットワークビジネスも悪くはないんですけども、私はね、どちらかというとアフィリエイトをマスターするのを第一発目にした方がいいと思いますし、じゃあアフィリエイトをマスターするための第一歩って何かっていうと、情報発信を続けることだと思うんですよ。で、情報発信っていうのはネタが切れたとかね、よく言いますけども、そうではないと。一つの現象をいろんな方向から見ていくってことなんですよね。カリオストロの城っていうものを一つの映画を撮っても、ルパン視点で描くのか、それとも次元視点でいくのか、銭形のとっさん視点でいくのか、カリオストロの伯爵視点でいくのか、クラリス視点でいくのかっていうふうな形で、どんどん立体的にストーリーって出てくるんですよね。ちなみに五右衛門視点でいくとむちゃくちゃつまんないんですよ。カリオストロの城って五右衛門がなくても成立するストーリーなんですよね。で、仕方なく無理やり五右衛門を出してるんですよね。あれ、もともとカリオストロの城ってルパンと次元のいいコンビの話で進めようとしたんで、五右衛門のストーリーが入ってないっていうことなんですよ。でもそれだとスポンサーからも、それからね、制作からもクレームが出るんで、五右衛門をなんとかね、入れ込んでくれってことで、五右衛門が出なくてもいいところで隅っこにちょびっと出させていたりとかね、やらなくてもいいところでポンとね、見せ場があったりするわけなんですよ。本当にゴエモンって全くなくてもカリオストロの城っていうのは進むわけですよね。まあ銭形のお父さんはいた方がいいと思いますけどね。まあそんな形で、いろいろと お話ししましたけども、成功する方法っていうのはその道に詳しいんですかってことがかなりね、重要なファクターなんではないかなと私は思いますから、何かを突き詰めようと思ったらやっぱ詳しくなること、じゃあ詳しいっていうのはどういうことかっていうと、繰り返し繰り返し、知ろうとすることがそれなのかなと思いますんで、やっぱり継続しましょうっていうことにまとまるんではないかなと思います。ネットワークビジネスね、アムウェイね、やっぱりね、やり込んでる人がうまくいきますよ。トラブルに対しての対処方法を知っているとかね、で、多くの人とつながっているとか、一人一人のご縁を大事にするとか。ネットワークビジネスで儲からない人って信頼されてないのと、誰のことも信頼してないのと、人を頼るんだけども自分は頼られてめんどくさがるとかね、
そんなことが多いんじゃないかなと思いますよね。はい、では行ってらっしゃい。